10年連続増配銘柄で構成される ETFVIG に、ついにあの Apple が追加されます。じゃあ Apple が追加されるってことでどうなるのかそこがですね、皆さん気になるとこだと思うんですけれども、今回は徹底予測、正規のリバランスの影響ということで、まだ正式に追加になったわけではないんですけども、Apple が追加になった時、VIG がどうなってくるのかそんなお話をしてみたいと思います。今回はスイキングアルファでこんな記事が登場してましたんで、そちらを紹介しながら、 アップルが VIG に追加になった時の影響っていうのを見ていきたいと思います。今回のこの記事書かれたのが、皆さんもおなじみ、ザ・サンデ n インベスターさんです。世界的な投資のデータサイト、スイ i キングアルファの中でも最も ETF について細かく考察されているライターと言っても過言じゃないと思います。ぜひ皆さんですね、スイ i キングアルファ使っている人はフォローしてみてください。まずはこの記事に寄せられたコメント、ちょっとピックアップして紹介したいと思います。ETF モンキーさんからは、 私はこの VIG を何年もフォローしてまして、正直なところ、アップルがようやく VIG に採用になることを忘れてました。本当に素晴らしいコメント、ありがとうございますというような記事でした。そして、ベクトルアダムさんは、著者が言ったように、それでも SCHD の方が強いということで、VIG よりももっといい ETF あるよねっていう話をされてました。 もう一人、これで翻訳しちゃってるんでわかんない方なんですけど、似た額の借金さん。すごい名前ですね。私は VIG よりも DGRO を好みますということで、やっぱり海外だと結構いろんな ETF の選択肢があるようで、VIG もいいけれどもっていう感じの意見が多かったようです。ただ、日本の投資家にとってはやっぱり VIG、非常に素晴らしい ETF なんですけれども、そもそもまず VIG ってどんなルールなのか、改めて見てみましょう。 まず、もともと VIG っていうのは n a s ッ a デ Dividend Achievers Index という指数に連動しておりました。ただ、これがですね、最近変化しまして S&P Dividend Growers Index と呼ばれるような指数に連動するような ETF になりました。この ETF も10年連続増配であることが条件になってくるんですけれども、その他リートを除いたりですとか、あとは3ヶ月間の取引高がどれぐらいだっていうような制限が出てきます。 そして一番の注目ポイントがこの赤枠の部分でして上位25%の高利回り銘柄っていうのは除外しますよっていうようなルールになっております。これはなぜかというと減廃リスク。例えば株価がめちゃくちゃ下落してるとか哀悼成功が高すぎることによって利回りが高い銘柄っていうのもやっぱり10年以上連続増廃してくると多少なり出てきます。そういった銘柄を採用しないための予防線の役割になってきてくれます。 ということで、この VIG は10年以上連続増配のエリート銘柄で構成されている。そんな ETF になってきます。では、今回アップルと共に9年からついに10年連続増配になってくる銘柄っていうのはどんなのあるか見てみましょう。記事の中では10個ほど紹介されたんですけども、時価総額が上位のものを紹介しますと、アップル、バンクオブアメリカ、ハッピー、 ラナハーにモールガンサンレイという感じで、多分日本の投資家の皆さんも何度も耳にしたことがある銘柄ばっかりだと思います。この中から、まあ、改めてアップルをちょっと見てみるんですけども、VIG に比べるとアップルっていうのは、利回りは3分の1程度。決して高いとは言えません。増配率についても実は VIG には負けているところです。ただ、5年間の株価成長率は圧倒的に上回っておりまして、トータルリターンとしても、ま、おおよそですね、4倍程度になってくるというところです。 では、逆にアップルが採用になることで除外されてしまう銘柄っていうのもあるんですけれども、それが何なのかっていうのも合わせて見てみましょう。今回除外が確定しているだろう銘柄っていうのがこの2つになります。まず1つ目、ジェンテックス。これはですね、煙の検知器、そういったところの業者として1974年に設立された会社になりますが、現在ではバックミラーなどの自動車の製品とか火災防止関連の機器を販売しております。 ただ、売上の98%くらいが自動車関係になっておりまして、こちらの銘柄っていうのは、2021年から横ばいの配当だったということで、今回、増配がストップしました。銘柄の特徴としては、利回りは1.64%で、増配率が5年で4.24%。VIG に比べると半分ぐらいですね、年率。株価成長率も VIG ほどではないということで、まあ、悪い銘柄ではないんですけれども、ちょっと今回はですね、増配することができずに、さよならっていう感じです。 そしてもう一つが、アクティビジョン・ブリザードという会社です。多分ね、皆さん聞いたことがないと思うんですけども、この会社はエンタメ関係の会社でして、世界大手のビデオゲームパブリッシャーになります。なんと、あの、12年間で1億7000万部も販売をした、そして僕の友達を廃人に追い込んだ、コールオブデューティー、これを販売している会社になります。その他にも、パソコンのゲームでおなじみのキャンディークラッシュなんていうのもこの会社が出しているようです。この会社がまさかの除外。 この会社もですね、2021年から増配がなく2022年を終えてしまったということで、今回 VIG から除外されると予想されております。会社としては利回りは0.66%。5年増配率は VIG と同じくらいになりますね。ただ、5年間の株価成長率が2.70%ということで、さっぱり。除外されるということは VIG にとっても、投資家にとってもプラスなことだと考えられます。さらに、ちょっと違った形で追加される銘柄もありまして、 それが何かと言いますと、エクソンモービルです。まあ、確定ではないんですけど、かなり濃厚と今予想されておりまして、これも投資家にとっては非常に嬉しい情報だと思います。いや、エクソンモービルってそもそも10年どころかそろそろ20年連続増配じゃなかったっけと思ってるそこの鋭い投資家の皆さん。その通りです。エクソンモービルっていうのは、ここ数年はですね、わずかながらなんですけれども、増配を続けていたっていうような企業になっておりまして、実は、 この VIG の10年連続増配っていう条件についてはとっくにクリアしておりました。この新しく新設された利回り上位を除外するっていうルール、こちらで弾かれた銘柄なんですね。実際、現在のエクソンモービルの利回りっていうのはだんだんと下がってきております。これは配当が下がってるんではなく株価が上がることによって利回りが下がってきてる。そして現在3.25%ぐらいというところでして、VIG の上位の利回りの中からはなんとか外れてくれそう。 ということで、今度のリバランスの際に採用になるんじゃないかと期待されております。こんな風に、新しい VIG、Apple が入って、バンクオブアメリカが入って、さらに Exon m o b i l も入ってきたとしたら、どんな利回りになったり業績になってくるのか。これについて、このアナリストの人がですね、時価総額上位25名柄をピックアップして、様々な情報を揃えてくれました。これが想定 VIG になってきます。非常に細かい数値なんで、ちょっと拡大して見てみたいと思います。 まず注目すべきは構成銘柄とそのウェイトになります。VIG は不動株の時価総額過重平均でウェイトが決まっておりまして、各株式が上限4%以内になってくるっていうような設定になってきます。想定通りアップルが採用になりますと、上からアップル、マイクロソフト、ユナイテッドヘルツグループ、ジョンジョン、JP モルガン、ビザ、マスターカード、ホームデポ、P&G、バンカメっていう感じに続いていきます。 現在の上位銘柄のウェイトっていうのが51%だったんですけども、この予定通りで行くならば、ウェイトとしては48.93%と2%ちょっとウェイトが下がってくると予想されております。では、これらの銘柄なんですけれども、入ることで実際どんな影響を及ぼすのか。赤枠で囲まれたところが記事内で交差されたところです。まずは、このベータ値。0.01上がるんですけども、このベータ値っていうのは、 ポートフォリオの収益っていうのが市場全体の動きに対してどの程度敏感に反応するかを示してまして、値が大きくなればなるほど大きな変動を示す、いわゆる敏感株になってきます。0.01程度なんでわずかではありますけども、やっぱりアイテク系が入ってくるということもあってか、若干ベータ値っていうのは上がっております。そして予想される売上高と利益、このリビニューと EPS ですね、それぞれがちょっと下がってくる。ただ、これでも VIG っていうのは 他の後輩と ETF に比べると非常に高い成長率を示していますと書かれておりました。そして投資家にとって一番気になってくるこのディビデンド・イールド、リバーリですね。これについては、やっぱりアップルとマイクロソフトへのリバランスが4%整うということで、結果としてですね、0.07%下がるだろうと予想されております。一方で、プライスリターンというところについては0.46%上昇する。 こんな予想されてますので、投資家にとってトータルリターンとしてはプラスになってくることが予想されております。さて、ではこんな VIG、海外の投資家のコメントとしても、いや、それでも VIG よりあっちの方がいいよね、みたいなことをいくつか書かれておりました。僕はよくですね、この VIG っていうのは10年連続増配したという実績を重視して採用していく ETF。一方でライバルとして僕がいつも紹介している DGRW っていうのは まだ10年とか全然連続増配されてなくても、株式資本利益率、ROE とか、利益成長、こういったスコアをもとにですね、300銘柄からピックアップし銘柄を構成する、長期成長に期待できる銘柄で構成される ETF、予測採用型ということで紹介しております。DGRW については、実は Apple は結構前から採用されております。この2銘柄っていうのは似てるんですけども、ちょっとコンセプトが違う。 定期的に比較をしているんですけれども、今現在の状況はどうかというと、はい、こんな感じになっております。まず、経費率は相変わらず VIG の方が圧倒的に安い。利回りについては少し差が開いて、DGRW の方が高くなっております。増配率については5年間という意味では DGRW の方が高くなっておりますが、まだ10年間も運用されてませんので、10年増配率は不明です。分配頻度が DGRW は年12回あるというところは特徴的です。 これがですね、2020年の2月6日、コロナショック直前からどうなっているのか、この薄い水色が DGRW、緑が VIG になるんですけども、現在のリターン大きく離れてきましたね。DGRW がトータルリターン36.1%に対して、VIG は28.6%になっております。さらに、2013年5月、DGRW 誕生から見てみますと、こんな形で、 DGRW がトータルリターン209.3%に対して VIG は176%という結果になってきます。結構話されちゃいましたね。DGRW もかなり魅力的なんで、ぜひ VIG ホルダーの方一度チェックしてみてください。じゃあこの DGRW に VIG はこれからずっと勝てないのかというところについては僕はそうも思っておりませんでして、さっき紹介したこの5名柄、こいつらが入った際には、 さっき紹介したように株価リターンがですね、改善されると予想されますんで、またちょっと結果は変わってくるんじゃないかなと思います。では、この5銘柄って今までどんな成績だったのか、今回彼らが配当を出し始めた期間からの10年間をとってバックテストを行いました。VIG と DGRW、そしてこの新しく加えられる銘柄、これがニューエディションということで黄色になっておりまして、実は 結果としてですね、ファイナルバランスとしては、この5銘柄で構成される均等ポートフォリオが圧倒的なリターンを示しておりまして、CAGR は20.19%になっております。しかも意外なことがですね、こういった個別株5個になってくると、ボラティリティかなり大きくなってくるのかなと思ったんですけども、標準偏差としては5%弱高い程度でして、ソルティのレッショとしても、このニューエディションかなり高い値になっております。 株価の推移としてはこんな形になっておりまして、この、やっぱりコロナショックの後ですね、急激に株価上がってきてる。まあ、コロナショック前までもかなり VIG や DGRW を上回ってたんですけども、コロナショック後に大きくリターン、差がついたって感じになっております。もちろん、これらの銘柄っていうのは、株価だけじゃなく、配当についてもこんな形で、2018年以降ぐらいですかね、どんどんと増配率に差が開いていって、VIG や DGRW を上回ってるというところでした。こんな風に、今度、 追加される5銘柄っていうのは株価もバッチリ、増配率もバッチリ、本当に10年間待ちに待った銘柄になってます。ということで VIG は今回のリバランスでかなり強い銘柄に進化するんじゃないかなと僕は期待しております。こんな風に10年連続増配銘柄っていうのはやっぱり業績もそれなりに優秀、魅力的な企業が多いです。ただ、このチャンネルをご覧になられている皆さんは当然10年では物足りない。 ここからさらに10年増配していってくれるような銘柄に投資したい。そんな風に思われている方も多いかと思います。そんな VIG 投資家にぴったりな特別レポートが登場したので少しご紹介させてください。名前として、ライフ号の投資術、10年後も持ち続けたい配当王英国株、厳選3銘柄という特別レポートがもらえるというキャンペーンのお知らせです。このレポートを僕も読んでみたんですけども、3銘柄っていうのも当然素晴らしい銘柄だったんですけども、 それ以上に魅力的だったのが、レポート内に書かれていたダブルふくりの考え方です。なぜ、増配銘柄に僕たち投資家たちは魅力を感じ、投資をしていくのか、そういった後当投資の基礎について、シミュレーション付きで紹介されておりまして、めちゃくちゃ参考になりますんで、ぜひ一度チェックしてみてください。概要欄にリンク貼っておきますんで、そちらから飛んでいただきますと、こんなページに飛んでいきます。 この赤枠部分にメールアドレスを入力していただくだけで特別レポートのリンクがメール届きますのですぐに読むことができます。ニーサで買いた体3銘柄ということで2024年に向けてぜひ一度チェックしてみてください。さて今回は VIG のリバランスについて予測の動画を出させていただきました。ついに待ちに待った Apple が追加になります。その他の候補銘柄っていうのも本当に驚異的なリターンと増配率を出しておりまして VIG にとっては非常にポジティブな結果になると期待しております。そして、エクソンモービルについても株価が好調のため利回りが下がってきたので追加される可能性もある。これも一つですね。VIG の利回りの低さを支えてくれるような、そんなポジティブなものだと思っております。今回は増配率以上に株価上昇が改善されそうですので、利回りはもしかしたら下がるかもしれません。トータルリターンは上がると予想されますので、 両方の成績をしっかりとチェックして今後も投資続けていただければと思います。また正式にリバランス発表になったら結果もご紹介したいと思います。Apple の採用を待ちに待ってましたという VIG ホルダーの皆さん、少しでも動画参考になったよっていう人、よろしければコメント、高評価そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画で会いましょう。最後までご視聴ありがとうございました。